皆さんこんにちは。シニアのための弾き語り講座、ギターで歌おうチャンネルの小暮です。今回はですね、ギター弾き語りが脳を活性化させる理由というテーマでですね、お話ししたいと思います。以前ですね、定年後の趣味にですね、ギターを勧める5つの理由という動画をですね、アップしました。その理由の一つにですね、指先を刺激するので、脳の活性化に効果的という理由をですね、挙げました。今回ですね、ではなぜ、脳の活性化にですね、ギターの弾き語りがですね、効果的なのか、改めてですね、調べてみました。ということでですね、この脳の活性化に効果的ということをより掘り下げてですね、解説したいと思います。よろしくお願いします。まず、右脳と左脳、これをですね、同時に活性化させるという点です。皆さんご存知の通り、脳はですね、右脳、大きく右脳と左脳に分けられてですね、それぞれの役割がですね、分担しながらですね、働いています。一般的にはですね、左脳が、言語脳、右脳はですね、場合によっちゃ音楽脳とも言われますが、論理的な、そういう思考はですね、この左脳がしてですね、情緒的、感情的、とっさの判断とかですね、そういう面はですね、右脳が担当するというふうに言われています。で、ギター弾き語りにですね、それを置き換えるって見たんですけど、右脳はですね、例えばこう演奏する、情緒的な面で演奏することとかですね、感情を表現してこう歌うということをですね、担っていると思います。と同時にですね、左脳ですね、論理的思考をする左脳がですね、例えばこう楽譜をですね、見て、どんな歌詞をですね、歌ったりですね、ギターコードをどういうふうに弾くという、そういう論理的な判断をですね、する、認識するというのがですね、これは左脳の働きで、ないかと思います。つまりですね、ボケ防止に今、効果的だと言われているですね、右脳と左脳をですね、両方ともこうバランスよく使うということで言えば、まさにですね、私もそこまで考えたことはなかったんですが、ギターを弾き語るってことはですね、まさに最適な趣味と言えるんではないかなと改めて思いました。次にですね、指先を使う人は長生きということについてお話したいと思います。私は陶芸とですね、油絵、それぞれ陶芸家の先生とですね、絵描きの先生にですね、教えていただいてるんですが、私の知っているですね、画家の先生は今84ですね。陶芸家の先生ももう70代後半です。もちろん現役でバリバリです。どんどん個展にもですね、毎年開催されてですね、意欲的に創作活動を続けてます。で、サラリーマン、私サラリーマンでしたけど、サラリーマンはどうしても定年があるんでですね、自分でもっと続けたくてもですね、今で言えば65ですかね。私はですからもう、定職はもう、62で卒業して、それからもう、一回やってみたかったんで、シニア企業ということで、株式会社作って、会社登記してですね、いろいろちょっとビジネス、ネットを使ったビジネスも始めたんですけどね、ちょっとコロナもあってですね、なかなか採算ベースに合わずにですね、今会社を休眠状態という形にして、空いた時間をギター弾いたりですね、いろいろ、
もやってるわけですが、まあ、芸術家の方はもう本当にそういう意味では定年がないだけあってですね、もうとにかく死ぬまで現役だということでですね、本当にですね、私もお付き合いさせていただいている方でもですね、もう若いですね、ますます若いっていう感じがします。まあ、それはですね、まあ、定年がないっていう、生涯現役だっていうことだけじゃなくてですね、やっぱり陶芸もこう土を練ってですね、こういろいろこう絵付けしたりっていうこともあるし、まあ、伊角さんはもちろんね、筆でこうキャンパスに絵描いたりしてるわけですけど、本当にそういう意味ではですね、手先を使う仕事っていうことがですね、やっぱりその脳を活性化してはいつまでも若いっていうこととですね、無関係ではないなっていうのをつくづく肌で感じてます。で、指にはですね、まあ、とにかく一番数百本末梢神経がですね、特にこう集まっているそうでですね、まあ、指先をこう使うとですね、まあ、そのままその刺激がですね、直接脳に伝わって、まあ、脳がですね、もうすぐこう、まあ、赤くなるそうですけどね、こう調べると脳の働きがですね、とにかく活性化するそうです。で、まあ、今言った通り創造的芸術的なですね、活動ですね、まあまあ、もう特にその右脳をですね、常にこう刺激しながらですねするんで、そういう意味では本当生きがいとかですね、生きる意味とかですね、そういう意欲をですね、ものすごく高めてくれるそうです。で、手はですね、第二の脳とこれ言われているそうです。で、まあ、私も本屋をですね、まあ、覗いていろいろ立ち読みしたりいろいろ調べてみると、とにかく指曲げ体操ですね、指曲げ体操、指を曲げたりする体操とか、こうグーチョキ、グーパー体操ですって言われてますけど、グーパーしたりする体操とかですね、いろんな健康法があるんですね、ボケ防止の。まあ、私も一時やったことありますけど、くるみをですね、手の中でこう、テレビとかこう見ながらですね、こう転がすですね、こともやりました。まあ、そういうのが結構、健康法ということでですね、ボケ防止の健康法ということで、こう、目につきますが、まあ、私もくるみ、まあ、ゴルフボールを足の裏にこう挟んで、こうね、くる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 、足の裏を刺激するとかいうこともやりましたけど、やっぱり長続きしないんですね。なぜかというと楽しくないんで、はい。で、まあ、考えてみたらそんなですね、楽しくないですね。健康のためにということで楽しくない体操をですね、しなくても、まあ自分が好きなギターを弾き語って歌ってるっていうことがですね、まさに私にとっては気分転換、もうスカッとしますし、まあストレス解消にもなると思います。まあそれだけじゃなくてですね、今回本当に改めてですね、脳の活性化体操をしてるんだということをですね、改めて認識しました。まあ、人間がですね、他の動物、哺乳類ですね、特にまあ動物とですね、決定的にですね、何が違うかって言ったら、やっぱりこの手と、こう、特に指ですね、指とこの手のひら、こう、感覚だそうですね。この辺がですね、ものすごく研ぎ澄まされているのが人間だそうです。はい。で、中でもですね、特にこの、まあ、親指とですね、この人差し指、これがですね、とにかく最もですね、差別化できるですね、器用に動かせるですね、もう人間が特に器用なですね、指だそうです。まあ、例えば私ここでこう、ツーフィンガーピッキングっていうのが好きなのも、そこから来てるのかなとこう、
ついつい最後まで指の運動をしちゃいましたけど、特に本当にですね、この2フィンガー、親指、人差し指、ここはものすごくですね、末梢神経が集まっててですね、本当に繊細な感覚をですね、こうセンサーとしてこう感じ取ることができるそうです。はい。で、指はですね、実はそうは言ってもですね、指はただですね、こう動かしてればですね、こうやってればですね、いいのかというと結構そうでもないらしいんですね。はい。まあ、日頃慣れたですね、指使い、動きでですね、指をただこうね、動かしてるだけではですね、脳はですね、さほど活性化しないそうです。で、慣れていない行為ですね、慣れていない行為や考える力、考えながらですね、そう指の運動をするとですね、その組み合わせがですね、一番ベストだと言われるそうです。はい。ということはですね、まさに弾き語り、楽譜、コードは何なのかなって、これどういうふうにこうアルペジオ、スリーフィンガー、ストロークでもこう、ただ6弦弾くだけじゃなくて、こうね、とかいろいろですね、D だからここからだとかね、いろいろこう考えながらですね、刺激を与える、指に刺激を与え、それを脳にですねこう送って信号を送るというこの行為はですね、まさにですね、脳全体をですね、右脳も左脳も含めて脳全体をとにかくもうフル稼働、フル回転させるっていう、その行為そのものであってですね、これがまさにですね、脳の活性化にとってですね、最適なですね、行い理由だそうです。はい。まあ、脳が本当弾けない、もうちょっとうまく弾けないかな、どういうふうにやるのかなとか、こうね、常にこう今悩んでですね、弾き語ってるその行為そのものがですね、もう一番脳の活性化に役立っているということなんですね。はい。もう慣れてきちゃったらそうでもないかもしれないですね。はい。で、最後にですね、まあ、弾き語りのですね、まあ、私も、どんなのが弾き語り、脳の活性化だけじゃなくてですね、どんなことがやっぱり、役立ってんのかなってことで、ちょっと調べてみて、見たら、まあ、主な5つほどの効用をですね、挙げてみると、まあ、今言った通り、認知症のですね、まあ、予防にはもう間違いなくなるだろう。それと、健康寿命。まあ、今日本人のね、女性87歳近くですから、86.何歳、男性 もう80歳81歳か2歳ですかね、すいません、詳しく調べてないんですが、ただ健康寿命って言ったら男性も71か2で、女性も73か4なんですかね。とにかく健康寿命自体はですね、まあ寿命とはちょっと違ってですね、ちょっと短いみたいですね。要はもう 病院とかそういう、まあ、お世話にならずにですね、健康にも自分で全部できるということでいう健康寿命ですね。で、この健康寿命が長くなる、一番いいっていうのはやっぱりこの今脳を使うということですので、まあ、体ももちろん使わなくちゃいけないんですけど、これにやっぱりギターの弾き語りっていうのはまあ相当役に立つということです。はい。あとですね、気力、やる気が湧く。弾けないけど、この曲だけは絶対ですね、マスターするぞと。はい。ちょっと下手だけど、今度、YouTube に、公開はできないけど、とりあえず、YouTube に上げておけばですね、データが失われることはないんで、私もそうなんですけどね、自分でデータを保管して持ってるとですね、何らかの形で、なくなっちゃうんですね。特に動画っていうのは結構容量を取るんで、いくつか取っておくとですね、もう PC とかそういうところですぐいっぱいになっちゃうんで、私はYouTube、まあ、クラウドに預けるのと同じような感覚でですね、YouTube に預けて、まあ、最近はもう大体ほとんど公開しちゃってますけど、最初の頃の動画とか、まあ、ちょっと場合によっちゃプライベートな面のですね、孫のこう
昔で言えば七五三の時の写真とかですね、撮ったやつとか、そういうのは YouTube にアップはしてありますけど、私しか見られない、あの非公開、まあ番号し、あのパスワード知ってるですね、まあ、あの私の娘のね、あのところには見るんだったら見られるという形にしてますけど、そういう意味では本当にあの便利ですね、まあ、自分だけでデータを抱え込む必要はないと思うんで、まあそういうことでもですねして、まあ、たまに見たりすると本当にやる気とかですね、あの気力充実しますんで、まあ、本当にそういう意味ではこれ弾き語りの効用じゃないかなと思います。あとまたあの嫌なことがあったりして、まあ、イライラしたりちょっと怒っちゃったとかいう時でも、なんかこうギター弾いてこう大きな声出してですねやると、本当そういうのも本当に消えて収まるし、まあ、本当に気分転換になると思います。はい、最後にですね、やっぱりあの頭使うんで、やっぱ記憶力ですね。あ、もう最近あの単語とか人の名前とかもね、本当によく忘れちゃうんですけど、まあ、だいぶですね、あの頭を使うことによってですね、記憶力がどんどん悪くなるのがですね、まあ、防げてんじゃないかなというのを思います。まあ、他にもいっぱいあると思うんですけどね、私がちょっと感じたことで言うと、そのくらい5つぐらいがですね、主な効用じゃないかなと思います。で、最後に、まあ、私と同じようにですね、ギター弾き語りをですね、趣味にしている皆さん、まあ、私も含めてね、そこまで意識はですね、してないと思うんですが、実はですね、ギターの弾き語りっていうのはもうただ、楽しく歌って弾いてるっていうだけじゃなくてですね、シニアにとって脳の活性化に、ボケ防止にですね、本当に役立つと、いうことが私も今回調べてみてですね、改めて、分かりました。で、まあ、弾き語りはですね、本当にカラオケで歌ったり、ギター、まあ、ギターソロも本当難しいんですけどね、というだけじゃなくてですね、本当に両手それぞれ別のですね、動きをしてですね、で同時にですね、歌までこうコードとか歌詞をですね、見ながらこう歌わなくちゃいけないって考えてみたら、ものすごく複雑な作業なんですよね。だからまあ実際、まあ挑戦したり、まあ、ギターまたシニアになって再挑戦したけどやっぱりちょっと難しいなということでですね、また投げ出しちゃったり、もうやめちゃう人もですね多いと思うんですけど、よく考えてみたらですね、逆に難しいということ自体がですね、脳を活性化するということなんですね。で、それでこうだんだんとこう難しい、で、まあ、一段落が上手くなって、またこうできない難しいと脳がまた活性化してですね、もう次の段階に上がっていくということをどんどん繰り返していくんだと思います。ということでですね、まあ、今回はですね、ギター弾き語りが脳を活性化させる理由っていうのを私自身もですね、改めて認識することができました。まあ、ギターちょっと難しいんでですね、ちょっと最近あんまり弾いてないんだと、もうやめちゃおうかなと、他の趣味にしようかなという方、他の趣味もどんどんやるべきだと思いますけど、このギター弾き語りっていうのは本当にそういう意味ではですね、かなり、人生100年時代ですね、もう本当に手頃でですね、いい趣味だと思いますので、続けてみたらいかがでしょうか。私も続けるつもりです。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。